はい、皆さんこんにちは。前回の動画ではディズニーランドのデートプランをご紹介しました。今週はディズニーシーに行きます。今回の動画最後まで見ていただければ、9時開園と同時に列に並ぶと何分でインできるのか、トイストーリーマニア何分で乗れるか、ソアリンのスタンバイパス何時で取れるか、これらのことが分かるようになってますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。本日は11月の15日日曜日です。久しぶりのワンデーチケットです。今日の朝食は絶食、空いてるパンツは先週買ったドナルドのパンツです。眩しいですね。リゾートラインが到着しました。公共交通機関で一番好きな乗り物です。リゾートラインの BGM はクリスマスソングに変わってました。一緒に聞きたい大切な人がいます。お母さんです。9時開園40分前のディズニーランドの様子です。まもなく東京ディズニーシーサウスゲートです。ミッキーの形をしたカラーコーン、この日はありませんでした。ゲストに見られると恥ずかしいので、そこで片付けたんでしょうか。気になります。サウスゲートが見えてきました。こちらも長い行列ができてます。カップルを見がちです。それではちょっと2階部分から混雑状況を見てみます。こちらノースゲートの様子です。ノースゲートもかなり長い列ができてますね。そしてとても晴れてます。すがすがしいですね。1階に降ります。9時開園と同時に列に並びたいので、9時までベンチで時間を潰します。9時になったので列の最後尾に並んでいきます。列の最後尾に並びました。太陽がとても眩しい。先ほど買ったブラックコーヒーも飲み干しました。ごちそうさまでした。ノースゲートの葉っぱも紅葉になってますね。紅葉を見に行こうよ。くだらないです。ちなみに僕の後ろには誰も並んでません。寂しいですね。現在時刻9時25分、ようやく荷物検査ゲートまで来ました。あと少しですね。セキュリティゲート、ドナルドのパンツ履いてるのがバレないか心配です。現在9時30分、ようやくディズニーシーに入ることができました。このままトイストーリーマニアに向かいます。パークの装飾もクリスマスバージョンに変わってます。とても可愛いですね。トイストーリーマニアの最後尾の列に並びました。スタンバイパスを持ってなくても並べますね。ちなみにトイストーリーマニア待ち時間は70分です。今僕がいるのはアプリ上の青いところです。とても小さいですね。そしてソアリンのスタンバイパスは14時40分から15時のものが出ています。このままトイストーリーマニア70分並びたいと思います。ようやくウッディのお顔が見えてきました。現在時刻10時37分、列に並んで大体1時間ですね。
それでは手首を激しく動かして50万点以上を狙います。はい、ということで今回は9時の開演と同時に列に並んでディズニーシーに行ってきました。結果入園までは約30分、トイストーリーは70分待ち、ソアリンのスタンバイパスは15時前で取得できるということが分かりました。ソアリン、トイマニ両方狙いたい場合は朝に先にトイマニに並んで、ソアリンはスタンバイパスで乗るのがいいんじゃないかと思います。今日はこれからマゼランズに行きます。次回はその様子をお届けします。今回の内容が少しでも皆さんのお役に立てば幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。 Twitter と Instagram もやってます。それではじゃんけんしましょう。じゃんけんポン。僕はグーを出しました。バイバーイ。